まあ確かに今の場所に引っ越してからまあ30年以上経ったんですけどね、まあ最近の昔の話をどうだったかって聞かれること多いんですけど、まあ、僕自身はその過去のことについて、まあ、その時その時に、まあ、いろんなことをいろんな媒体で書いてますので、断片的には喋ってますけど、こうやって通して喋ったことは初めてだったので、まあ、自分自身、昔を思い出すのに、まあ、いい機会だったなと思ってます。まあ僕はワイン用のブドウの、まあ、専用品種の木を植えたのが1992年ですから、まさしく30年前なんですけど、その頃はまだね、西洋品種のブドウを植える人も少なかったし、ましてやその個人でブドウを植えてワイナリーまで作るみたいな話は、まあ、ほとんどなかったので、僕自身もどうなるか分かりませんでしたし、まあ、果たしてうまく育つのか、まあ、一番最初はワインまで作る気はなかったですけど、まあ、それでもそうやってできたワインが飲めるようなものができるのかさえ分かんなかったですから、全くこんなふうになる想像はしてませんでした。というか、僕はあまり先のこと考えないんですよね。だから、まあ10年20年先のことはまあ考えてなくて、いつも数年先のことぐらいしかせいぜい頭にないんです。だから、その先10年先どうしたらこうしようというか、まあ、目標とか夢とかを考えたこともないし、うまくいったらそうなるだろうし、ダメだったらこうなるだろうってくらいの軽い気持ちでやってたので、そんなに夢が実現したとか目標が達成したとかいう感覚はないんです。ただまあやってるうちに、まあ幸運にもうまくいっていいブドウができ、したらそれを自分でやってみようという人が増えてきて、まあ、そんな話をしてるうちにだんだん仲間が増えていったみたいな形で、長野県のワイン生産自体も増えてきたし、その質も上がってきたというのは、これはまあみんなその僕の周りに、来て、一緒に、楽しんでやってる人たちの力なので、僕がどうしたってわけじゃないんですけどね。ただまあ一番最初にその池の真ん中にこう石を投げ込んで、波紋を起こしたのは僕であることは確かなんですけど、今はその波紋がどこまで行ってんのか、どこで池の端があるのか、それも分かんないくらいになってしまったので、むしろそういう状態を楽しみながら、あとは、まあ、次の世代の人たちがその先をやってくれるだろうなと思ってます。まあ、長野ワインに限らず、まあ、日本ワインそのもの、まあ、日本で育てたブドウで自分たちで作ったワインっていうものが認められたのが、まあ、比較的最近のことですよね。で、中でも今長野と北海道の、まあ、もともと冷涼な気候だったところでいいワインができているという、状況があるわけですけど、まあ、もともとワインというのはブドウを育てて、収穫したブドウを潰して置いとくと、そうすると発酵してワインになるという、それだけのもので農家の仕事なわけでね、まあ、農業の一種なんですけど、それがどうしても、まあ、日本では歴史的にその工業的に原料を輸入して作るとかそういうことが多かったので、そういう意味では正しい姿になったのはこの2、30年の話なんですけど、ですから、まあ、もし、まあ、長野ワインなり、日本ワインなりというのを手に取られた時に、これはまずこのワインができるまでにまずブドウの木を植えなきゃいけないんだってことをちょっと思ってほしいんですよね。ブドウの木を植えて、植えてから収穫できるまでに3、4年かかって、そこから安定していいブドウできるまでは10年20年かかってっていう、ブドウの木が年を取れば取るほどいいワインができるし、そうしたらこのワインになってるブドウはいつ誰がどこで植えたんだろうかとか、それが何年くらい前の話だろうかとか、そういうことをちょっと思ってもらうと、ワインっていうのはそういう時間を楽しむものなんでね、これが例えば2025年のワインだって言った場合に、じゃあ木を植えたのが2020年頃で、実ができたのが2020何年でとか思うと、その時間が蘇るじゃないですか。で、それでまたワインはグラスに注いで、
飲む時にも飲んでるうちにも空気に触れて味も変わってくる。でそうやって話しているうちにまた時間も経ってくるので、じゃあその年には僕ら何してたっけねとか、まだ俺は結婚してなかったなとか、そんなことを思い出しながら、まあ、時間とともに変化するものを楽しむというのがワインの楽しみ方なんで、ぜひ、特に長野ワインの場合は長野県のどこかで誰かがブドウを植えて、それ誰かが収穫して誰かが潰してワインにしたっていうね、そういう過去もあるわけで、過去を思い出しながら自分の過去と照らし合わせて、そういうことを話し合いながら飲むっていうのが一番楽しい飲み方だと思います。ぜひ長野ワイン飲んでください。